こんん。にちは吉谷さん、さ今回はね久々に櫻井翔一会長を出しましょうかまあ言わずと知れた麻雀のー相当なプロというかね唯一のプロと言ってもいいでしょうねまあ、他のプロは自称プロと言ってるだけでねもう三流五流どうしようもない人たちだと私は思いますしもうレッテル猛威に払ろうと思うんですけどもやっぱりね櫻井翔一会長のまあ、こ,れこれだなっていうのはあのー 実はねすごくこう重い障害を抱えた方が桜井翔一会長のグループにねジャンキー会っていうのにあのすごく熱望されていた時にねやっぱ抱えていくようなことをねやっぱこう決めてくださるんですよ。それを見てものすごく励まされたっていうかねあのいろいろ思うところがあったんですけどもその障害を抱えた方に会長が言った言葉っていうのが甘くて優しい言葉でも何でもなくってね結構ねきついことをこうきつい口調で言ってたんですよ。 それ何かっていうと、おめえな、障害抱えてからって人生降りてんじゃねえよ、そんなん人生じゃねえよ、みたいなことはね、言うわけですよ。で、これっていうのは麻雀に例えると、その、手配が悪いからって言って、勝負降りてんじゃねえよ、そんな麻雀じゃねえよって言ってるのと同じで、誰しもね、配られたカード、配られた手配が悪いと、ああ、なんか今回はダメだな、とか思うもんなんですよ。それこそ、れれれこ生ままがね、恵まれてない っていうことのせいにしてうまくいってないことを自分の生まれのせいとかねまあ、親のせい学校のせいにしたがるもんなんですけどもじゃあそれでどうなるんですかってことですよねえむしろ手持ちのカードでやっぱりこう不利なんだけども勝っていくっていうことに人生の面白さとか麻雀の醍醐味があって麻雀ってね、うん、運の要素が入ってくるんで強い人に勝てるわけなんですよだからハイパイが悪くても手配が悪くても手配がいい人に勝てるんですよねそこの可能性に欠けるからこそ 実力が実力通りに出ないからこそ面白いと言えるところもあるしだっててね、ね。10年選手に覚え立ての人が勝つわけなんですよ、ねうん、だからそういったところに、えー、やっぱこう、面白さを感じながらやっているのにハイパイが悪ければもうやる気がなくなるハイパイが良ければ行くみたいなのは結局は自分が優位に立ったらいくらでも自分勝手するしそうじゃなかったらもう落ち込んでこびていくみたいなね。まあ、そんな形にも見えてくるわけなんですよ。 まあま々あのー、他にもいろんなエピソードがあって非常に胸を打つなって思ってねいるわけなんですけどもうんこ,うこういう考え方に惚れるかどうかですよねやっぱりね。あそんなこと言う人もいるよねっていうふうにして結局は自分の考え方とかに戻っていくのもそれもまあ正解といえば正解なんですけども、あのー、自分の求める 人生は誰が作るのかかかっって言ったらら自自分自身ででしかないですからねどっかからねあのもたらされるわけでもないですし、まあ、それこそね何、えー、ですかね周りにいる人がやってくれるとか家族がやってくれるとか子供がやってくれるとかっていうのは全くないんですそういうのは、うん、でもどっかそういうのに期待しちゃったりする人もいるのも確かなんですよ、うん、まあね障害賃金3億とかって言われますけどもよく考えたらね吉田さん3億じゃやっぱ足んないですね 一人で生きていくんだったら3億でいいんですけどもそういうわけじゃないじゃないですか子供の教育費とか軽く5000万から1億かかるわけですからで5000万1億の養生資金どうやって作るんだとかね思ったらああなんかやることは多いなと思いますよねやることが多いんだけどもそれだけで生きていくわけじゃないのでやることを減らしていかないといけないんですよねこのやることを減らしつつ稼ぐ金額を大きくするっていうこの反比例に挑んでいくことを考えるといわゆる 誰かが作った仕事に乗っかってじゃあ絶対ダメだってことなんですよ。誰かが作った仕事に乗るってことは、それは収益が分散してるってことなんで、道元が一番儲かるわけですから。うん、だからね、その仕事のおこぼれもらってるようだと、厳しいなって思うんで、どちらかというと、うん、自分がね、何でも、うん、主導していって、この悪い手配の中からいい手組みに進化育って,ていくっていうことなのかなと思うんですよ。うん、やっぱね 自分の人生をこうやってここで振り返ってもずっと詰め上げてきたものってあの大企業で働く能力だったんですよね私の場合はで大企業には入りませんでした <laughs> でなんとか中小企業に入りましたそこで使えるものって少なかったんですよしかもその会社を離れちゃったわけですよねで、えー、自分で会社を始めましたね自分で会社をやっていくものなんてもうついぞ教わったことなんてないですしやろうと思わなかったわけですよ でポーンと放り出されてやることがないから仕方なく削られ取られた選択肢の中でそれを選んだらやっぱりうまくいかなかったということですよねしかもそこにテクノロジーってものが入ってきてなんかよく分かんないね、えー、携帯電話とか i モードって始まるわけでしょえらい迷惑な話だなと思いましたよインターネットなんていやはっきり言って迷惑ですよ私たち昭和40年代生まれにインターネットみたいなものがあってねその10代とか20代の人が便利に使ってるってもうやめてくれと思いましたよね もうあっという間に追い抜かれるなと思ったんで踏みとどまったわけですよ自分の人生に全く縁のなかったそのインターネットこれ使うしかないなとでそれでも叩きのめされるかも分かんないんだけどもだけども勝てるかどうか分かんないけどやるしかねえじゃん勝負するしかないじゃんと思ったわけですよそれ以外にもう道はなかったわけなんでねじゃあ今更ね30過ぎて40になろうとしてる人間が40になった人間がねもう一回大企業を狙うんですかとかね 東大法科学部行くんですかとか、官僚になるんですかそんな道はもう閉ざされてるわけだよ、あっという間に。で、再就職もできないし、派遣会社に30代の頃、一回もなんか合格通知もらったことがない私ですからね。うん、そう考えたらね、うん、いわゆるインターネットに就職するしかないかなっていう、不利な、最も自分では不利な選択肢と思えるものを手にしたわけですよ。うん、いや、最も不利だと思いますよ、そんなの。 少なくとも30代の大半をマージャンだけで過ごしてきた私がねどこをどう揺さぶったらね出てくるんだって話じゃないですかそのインターネットで収益を得るなんてねそれこそ真面目にコツコツ勉強して勉強して勉強して働いて働いてあの IT エンジニアやってる人でもやらないことですよねむちゃくちゃですよねだからねむちゃくちゃだけども結果的にまあむちゃくちゃになったという だから悪い手札だったら悪い手札なりに最悪を感じたんだったら最善を尽くすしかないかなってことですよね。うんでもまあ最悪を感じましたねやっぱり私はね。どうせダメなら駄目だと思うことをさらにやってやろうみたいなことでえやってみてあと10年かかったということですけども今どういう暮らしを送ってるんでしょうか。櫻井会長ありがとういいでございますそれではよろしく